思想図書館のリブル・ブランシェは、折口吉野による日本のライトノベル。電撃文庫から2010年4月より刊行されている。イラストは、ケグが手掛けている。全5巻。高校2年生の少年黒髪月は、唯一、誰にも真似できない特技があった。それは、人が話すのと同じ速度で文字を書くことができる、高速筆記能力。 いつきはその特技によって、彼のクラスの初期に任命されており、幼馴染で、クラスの人気者の委員長矢口宮と共に、平凡ながらも楽しい学校生活を送っていた。そんな彼を悩ませる、狂気の夢。その中で出会った、メイド服の美しい少女リブルブランシェと、幼女の女神エレシュキガル。彼女たちがいるのは、 現実世界から消え去った書物を所蔵する書物の墓橋総図書館。この図書館には危険な魔導書なども封印されていたのだが、なんとエレッシュキガルが風をひいたせいで力が弱まってしまい封印されていた200余りの蔵書が脱走。その再封印をいつきに手伝ってほしいという。こうして、いつ果てるともしれない魔導書たちと、 思想図書館の筆記館の黒谷月とその重木リブルブランシェとの戦いが始まったのであった。市の施設は全部で四つある。消失した書物の墓場思想図書館。忘れられた味とレシピを再現するキッチン試食レストラン。失われた物品の復活する場所試作工房。人々が忘れた音楽を演奏し続ける会場視聴音楽堂。 管理者は、それぞれの施設の管理をしっかりとしているので、通常業務に支障をきたさない限り自身の主を呼び立てることはない。しかし、施設の管理に問題や破綻が生じた場合には呼び出され、共に事態の改善に努める。思想図書館には多数の支書が所蔵されており、その記述を真っ白基本に書き込むことで記述された、事象を具現化できる。だが、 その具現化には筆記官の正確なイメージが必要とされ、筆記官には精密な想像力が必要とされる。ありがとうございます。